おいす、こんにちは、アムレです。今回は5900万ダウンロード達成記念イベントがうますぎるということで、やったこちらを皆さんと一緒に見ていこうと思います。マジでうまいなと感じました。全体目を通したんですけど、まず魔法石がログイン1回で159個 もらえます。5月16日から6月6日の期間ですね。この間にログインするともらえます。まあ間違いなく皆さんログインしてると思いますので、まあ159個もらえます、やったねということで、だいたい何円分ぐらいですか。85個で5000円だから、ギリ1万円いかないぐらい、9000、8000、9000円ぐらいかな、うん、ぐらいですか、9000ぐらいですかっていうぐらいもらえますよということで、この使い方なんですけど、星を紡ぐイベントどうしても追いたい人は、まあ引き止めはしませんけど、星を紡ぐ精霊って5月の27日までやってるんですよ。で、北斗の剣が23日までじゃないですか。で、23日から切り替わりで何か来るじゃないですか。まあガンコラなんじゃないかなみたいな感じなんですよね。調べたところガンコラが最後に来たのは10月ですかね。半年前とか半年以上前とかなので、あーこれガンコラ来るんじゃねえのみたいな感じにはなってますかね。他はまあ言うなら既存コラボの復活とかあるかもしれんけど、キングダムはどうなのってね、何個かいつもコメント見かけるんですけど、まだかなって感じ。ちょっと早いんじゃないかな、5月。うん、アニメね、ネットフリックスでたまにこう見かけてるんですけど、多分今5話ぐらいまでしか進んでなくて、新シーズン5話は渋ないっていうとこですね。だいたいまあアニメでやったところまでキャラを出していく予定だとは思われますので、うん、もうちょい進めたいかなっていうところで、多分6月中に来ますキングダムは。はい、一回ガンコラ挟んでからの、かなみたいな感じですかね。早くて6月頭だと思ってます。次の次って感じ、わかんないけどね。で、5900万ダウンロード記念ダンジョン、まあこれはクリアして魔法石ゲットしよう、合計21個手に入りますということで、これで180ですか。で、59クリアチャレンジということで、これはヒント書いてあります。まあこれ答えですけど、まあ1回クリアしよう、5回クリアしようで、まあまあこれはバンバン出して、まあ問題こっちかな、本番こっちですかね。もっと早いタイムで、もっと短いターンで、もっと低いレアリティでということで、まあ大体もっと早いタイムでなんで、5分59秒、まあ半分ぐらいですかね。まあもうちょっと緩くかな、短いターンでということで、これが15ターンだから、まあフロア数わかんないんで何とも言えないですけど、まあ10ターン以内とかで、レアリティはまあとことん低くすればいいと思います。最近転生進化のレアリティとか下がってるので、まあそこを生かしていければいいんじゃないでしょうか。で、5900に関係するモンスターをということで、こっちは5900に関係するモンスターをリーダーサブ、助っ人のいずれかに編成して潜入してクリアしようになってるんですが、まあちなみにドットの方が火と木のやつですかね。木と火だったっけ、どっちか、はい、なんですけども、これはどうすると思いますか皆さん。リーダー固定とか、まあ、もしくは複数体編成とかなんじゃないかなみたいな感じですかね。どれだと思いますか。複数体使いそうな予感がちらっとよぎります。はい、まあそんなところで、ちょっとまあこれが唯一少し考える必要があるかもねっていうところかな。まあ結構もうヒントがでかすぎて、まあそこまで考える余地はないのかなと。すぐ見つかりそうですね今回はね。うん、そんな感じになっております。で、5900万ダウンロード記念ラッシュということで、まあこれはクリアしてイベントメダルをたくさんゲット。で、これでかいね。極連の闘技場などスタミナが59になります。これでかいよ。極連も入るからね。極連も入るから。うん、これはぜひ育成やりましょうって感じ。かなりでかいです。で、スペシャルダンジョンで極降臨チャレンジっていうことで、これが壊滅級になって難易度が上がって全部降臨します。まあプラスポイントそれぞれ各5900ももらえるので、まあこれはぜひねゲットしたいなっていうところで、まあ結構難しめなんでしょうね、壊滅級なんで。まあ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 、なんか全部対応した編成できそうな気がする。で、初心者はちょっとスルーしていいですか。まあ初心者の方は詳しく見てください。これも詳しく見てください。これもいいよね、いいよね。で、これ結構うまい。期間限定ボーナスイベントということで、まあチュートリアルクリアはまあ無視で、期間中クリア中のランク減収、まあこれも初心者ですね。で、これでかいね。これスペシャルダンジョンのゲリラ、超プラスポイントの洞窟、これが倍になります。2倍アップ。どれぐらい、800ぐらいもらえるのか、何本いつももらえるっけ、ちょっと忘れましたけど。うん、ただまあ結局なんやかんや、まあこれ楽したい方、スタミナ効率考えず楽したい方は回ったらいいと思うんですけど、裏マロを回った方が結局はなんやかんや得だと思いますね。ある程度キャラ持ちのいい人は裏マロの方がいいんじゃないかなとは思います。
で、出現率が 1.5 倍になるよと、この辺は曜日ダンジョンですね。まあこれ取ってない方はぜひこの機会にっていうとこですかね。はい、でゲリラめっちゃ出ます、うん、めっちゃ出ますって書いてあります。ゲリラがめっちゃ出ますよーっていう。ノエル頑張りましょう、うん、かなー。超プラスもね、上手くなるこれ期間かぶるよね。16から22で、これが16から22はかぶんないのか、かぶんないのかいかぶんないのかよお前。5月16から22、おー、そこはうまいことかいくぐってきたね。ここかぶさないのか。なるほどね。超プラス2回あげるけど、これはちゃんとスタミナ普通に吐いて、通常の倍率でやってねっていう。ずる、そういうとこやかぶんないらしいっすわ、うんちや。で、5世紀経験確率10倍、まあ10倍ってもう確実に大成功しますよでええやん。あ、スキルレベルか、スキルレベル確実に上がりますよでええやん。10倍ってもう 100% でしょ。まあそんなところかなーですかね。結構全体的に見てうまげなイベントが多いですね。特にこれがでかいね。まあ魔法石とこれと、あとはまあこの何、これがまあちょっと楽しそうぐらいかなっていうところかなと思います。で、魔法石、まあボックス拡張とかは自由に使ってもいいんですけども、今後のイベント、まあちょっと最近ね発表が遅くなってますけど、性能事前公開とかがなくなったせいなのかもしれないけど、ちょっとギリギリな発表になると思うけど、まあ少なからず23日から何か来るので、北斗の剣もあれでしょ、23日まででしょこれ多分ですよね。ここの切り替わりちょっと見計らって、だから22日の日曜日あたりまでとりあえず待って、はい、LINE来ましたっていうところかなと思いますので、まあ魔法石の使いすぎには気をつけましょうということで、皆さんは、魔法石何に使いますか。あとはこの条件ね、最後の5900に関係するモンスターをどうするんでしょうかということで、何か思いついた方はコメント欄で残してください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。